奥さん。うるせえなって感じ。いや、確かにね。うん、あ、はい。ありがとうございます。小竹林は俺も飲む。ハイボール。あ、ほん、乾杯。乾杯。いやー、なんか忙しくね？そう、誰が？俺ら。忙しいよ。忙しいアピールするのもなんか気持ち悪いけどさ、なんかさ、休んでなくない？休んでないよ。だってもうゴールデンウィーク中、俺も。え、てか、俺も翔ちゃんもさ、休みない。え、てか、なんならさ、先月の末から休んでないよ。そうよ。忙しい。っていう合間の、これは何ご飯ですか？昼ご飯。昼ご飯？てか、朝ご飯。朝は食べた。俺食べてない。夕方4時の昼ご飯。嬉しいじゃん。ね、何崎陽軒なんて。いつもさ、崎陽軒あるなーと思ってさ。箸大丈夫？大丈夫。はい、食べよう。そう、崎陽軒あるなーと思っててさ。え、嬉しい。気になったからさ。いや、でもその心遣いが嬉しいです。買ってきてみましたよ。ありがとう。やっぱ崎陽軒シューマイ弁当だよね。いや、他知らないね。なんかね、いろいろあったよ。あ、そうなの？そう。めっちゃ種類があった、お弁当の。だって、生姜焼き弁当とかあったよ。うまそう。食べたい生姜焼きなんて。でもなんかシューマイ入ってなかった生姜焼き。いやまあそうね、でもさ、ね、今日崎陽軒の弁当だよっつってさ、うん、え、生姜焼きだよね。なるよね。いただきまーす、うん、いやーいやいやいやーい、ピース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 、うん、いただきまーす。うまっ。どう？美味しいよね。なんか俺電車で旅行とか行くとき絶対崎陽軒のシューマイ弁当買っちゃう。うん、うさいよね。俺別にいらないのに弁当うるさいもん。じゃあもうじゃあ弁もうそれが一番楽しいんじゃん。ああうまっ。全然足りないですけど。いいよいいよ。どうしてまたこれあれだから昼ご飯だから晩ご飯また別で食べるか。まずいもんね。うん、これ絶対お米足りなくなるよね。あるよ。ああ大丈夫だけど。本当？うん。なんかさ、最近いろんなカップルとかにさ、会ってさ、うんうんうん、あるね。そしたらさ、うん、俺ら多分大体な、まあ、7年ぐらいなんだけどさ、うん、俺らよりもさ、短い人たちとかがさ、うんうん、ベッド一緒に寝てなかったりとかさ、あ、そうね。お風呂一緒に入らないとかさ、ね。いや、別にいいのよ。いいんだけどさ、うん、俺らお風呂貯めたら一緒に入るの。っていうのは別にあれよ。湯量を足すためよ。俺は。え？どういうこと？何？二人で入ったら湯量いっぱいになるじゃん。何言ってんのよ。二人で入ったらいつも溢れてんじゃないの。うるさいな。いいの？湯量足すためなの？に入ってたとか、うん、ベッドもまあ嫌々ですけど一緒に寝てたりとか。うん。いや、ちょっと怖いね。嫌々とか言わない。嫌々なの？嫌々とか言わなくていい。嫌々なの？言わなくていいかな。何が？嫌々とか言わなくていいかな。まあ、いやいやなんだけど。絶対言うやん。で、なんかそういうこと聞くと、悪くないじゃん、俺ら。うんうんうん。でさ、動画見てる人たちはさ、なんかさ、うんうんうん、すぐさ、倦怠期だと思いますとかさ、なんかさ、仲悪い風に見えてるかもしれない。世間的に言えばさ、そもそもさ、何年もずっとさ、一緒にさ、YouTube とかしててさ、うんうん。やれてるっていうのがもう何よりの証拠であってさ、うんうん、もう何に問題あんの？ない。何に問題あんのよ。ない、ね。うん、仲いいよ。まあでも自分で仲いいとか言うとちょっと気持ち悪いからさ、そこはさ。難しいね。仲いいウェイとかやってんのちょっと見てらんなくない？そう。うん、見てらんない。うん。うん。おちまりちゃん。うん。おちまる。まこまる。あら。いいね。うん。美味しいよ。美味しいよね。うん。うん？こっち来るの？あら。あ、見て。気をつけて、気をつけて、気をつけて、気をつけて。一度抱っこしたら落ち着くと思うよ。はい。うん。いつもそう。ね。ご飯食べたの、もちまるちゃん。食べてません。なんで食べないの？風強いね。風強かった、今日。うん、強かった。洗濯物飛ばされないようにして。
何うん、だから、マット。ああ。なんか俺になんか仲良さアピールしてんのかと思った。なんかこうやってさ。しんどいなぁ。こうやって。やっぱしんどい。なんでよ。はぁ、はぁ、そんなこと翔ちゃんが言うからさ、倦怠期じゃないですかとか言われるんだよ。てかさ、そもそもさ、それだったらさ、会話になんなくない？会話しなくない？普通。あ、倦怠期だったらってこと？そうそうそう。もう動画撮るのでさえ嫌よ。そんなんだったら。まあそうね。って思わない？うん。多分嫌になると思う。でもそうじゃないってことよね、ゆうちゃんね。もう、わからん。でももううるさい。なんで仲いいで定義作んないで。仲いいでいいじゃん。もう作んないで、そういうなんか。調子乗んじゃん、お前。乗らないよ。現実見てるよ。ね、もう、まぶっちゃん。おいしい。おいしい。あ、あんず食べた。俺、いつもあんずこれなくしちゃうんだよね。うん。いや、わかるかも。あ、うん、うん、うん。あの、え、これは何になるわけ？デザート？デザートじゃない。え、デザートとして食うなら違うかも。なんだろう。おかず？食べれなくはない。で、おかずでもご飯と一緒には食わない。じゃあデザートじゃない？デザートの部分、区分なのこれ。わかんない。サクランボみたいな感じ。何のサクランボ？あ、冷やし中華の？冷やし中華とか。ああ、そう、添え物ね。うん。添え物かも。うん。添え物だよ。なるほどね。うん。それが、それそれだ。食べていいよ。ああ。いや、今日ちょっとご飯作って待っとこうかなと思ってたんで。うんうんうん。最近ね、もうずっと作ってくれてるから、そのちゃんが。いや、なんか、うん。いや、忙しい時こそ作りたいじゃない。だってさ、松屋とかはいけるよ、もちろんいけるし、疲れてる時はそっちとかを優先したいけど、うん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 、まあわかんない、気持ち的になんだけどさ、偏るじゃない。うん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 。そうだよね。野菜食わないし。うん。まあ野菜もあるけどさ。うんうん。だからできるだけなんか忙しい時こそいろいろご飯とか作りたいなと思ってんだけど、うん、で、今日も作って待っとこうかなとか思ったりしたんだけど、うん。早く帰ってきて。そう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 。今日早めに帰れたからね。うん。よかったと思って。いろいろ気を使ってんのよ。あの、料理作ってんの。うん。知ってるよ。ありがとう。いや、自分で言うのもいい。恥ずかしいからやめようかな。いいじゃん、別に。なんか、うん、一応、帰ってくるじゃない。うん。帰ってくるときに、うん、ここにバーって完璧に、並んでんのが僕の理想なの。うんうんうん。だから、いつも、りょうちゃんが、うん。もう何時に電車で最寄り駅着くっていう風に言ってくれるから、うん、まあその時間も合わせて、うん、もう家に着く頃に全部並んでる状態が理想。うん、あとお米も毎回炊いてる、うん。そうね。いやなんか、冷凍にも合うのよ。ある。冷凍にもあるんだけど、うん、炊きたてが美味しいから、うん、美味しいっていうか炊きたてわーってなるのが嬉しいから。わかるわかる。炊きたてを、うん、炊いて、うん、残りは冷凍って言って、もう冷凍の方が溜まっていっちゃう感じ。うん。でも、ちょこちょこ食べてるでしょ、翔ちゃん。うん。うん、うん。ありがたい。で、あと、いつも炊きたてご飯食べれる。ああ、ありがとう。あの、野菜を一品でも、うん、食べようと思ってて、うん、なるべく生野菜を買って、刻んで置いといて。うん。サラダとかね。そう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 。あるだけで全然違うんだよ。うん。いろいろだからそのりょうちゃんが家に着くまで逆算していろいろ作っていって、うん、っていう風にやってんだけど、うんうん、ありがとうございます。どうかな、こんなんでいいのかな。偉いよ。なかなかよ、なかなかよ、うん、なかなかできないよ。だから揚げ物とかもさ、うん、りょうちゃんが帰ってくる8分前とかに揚げ始めてさ、そうね、焼き魚も10分前とかさ、うん、お米も15分前にとか中いろいろやってさ、うん、うん、嬉しい、計算しながら愛されてるわ。うっせぇよ、愛してねえよ。おい調子に乗んなよ、本当に。愛されてるわ。おいしかった。うん、おやつ、おやつの量です。うんうんうん、俺はちょうどいい。もういらないじゃん、夜食べる。いいよ、遠慮して。遠慮して。遠慮しなさい。やの。
俺の料理が美味しいから超えていくのよ。え、超えた？いや、超えたかも。いや、それはさ、年重ねたらそういうのあるけどさ、うん、まあそうやって言う人とかもさ、たまにいるじゃない、久々に何年ぶりとか会う人。そうね、幸せ食っとるよね。そう、でも俺の料理美味しいからだと思ってる、うん、だって俺付き合ってきた人みんな超えてくるもん、旦那。ダメだね、自分のことばっかり言ってる。いいじゃん、うん、恥ずかしくてやめよ。本当のことだからいいよ。だって俺が言ったらさ、いや、そんなん言うなよバカみたいな感じで言うじゃん。って言うか。だってもう自分で言うしかないじゃん。うざくね。いいよいいよ、アピールしないと。はい、なのでじゃあ、うん、じゃあ翔太の料理が食べたいって人はグッドボタン押してください。一応確かに、うん、それで少なかったら悲しいんですよ。そんなことない、そんなことない。この間どうだったんだろうね。何が？レバーペーストとさ、パンもさ、あげたね。うん。レインボープライドでしょ。レインボープライドで持ってって、くださいって言ってくれた方たちに。え、でも本当かどうかはわかんないけどさ、うん、今まで食べたやつで一番美味しかったって言われた。いや、まあ、ちょっと、怒らずやっていきます。そんな、うん、はい。日々だってね、レバーが食べれない人でも食べれるってね、食べれましたってね、うん、言ってくれてたよね。え、食べれる？あんた。俺食べたよ。食べれる？初めて。食べれます？ちょこっとはね。ですよね。うん、いや、レバー苦手な人は無理よ。だってレバーだもん。いや、食べていただいてすごく嬉しいけど、うんうんうん、まあ無理せずに、まあそうね。苦手なものは苦手だから。あれは、ザ・レバーの味よ。あれは。そっか。うん。またね、機会があれば。うん。そうだね。食べてもらえるチャンスがあるかもしれない。OK。あ、美味しかった。美味しかった。え、足りない。いいのよ、もう。また晩ご飯食べれば。おー。うん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 。あ、からしがね、飛び出たよ。これ舐めて。なんだよ。もちまるちゃん。舐め。もう。そんなの、舐めさせるわけないから。美味しかったです。うんうんうん。でも、もう2、3個食える。いや、今度一緒に行こう。お店に。ほんといろんな種類あったんだって。え、弁当屋だよね。弁当もあったし、なんかお惣菜っていうか、レトルトっぽいなんかやつもあったし。え、お店じゃないの？シューマイだけみたいな、ね。ショップ。あ、だよね。うん。買ってきてよ。なんていうの？一緒に行こうよって。だって一緒に行ったらさ、自分の好きなの買えるじゃん。あ、これで食べたいみたいな。一緒に行こうよって言うから、飲食店のあれなのかと思ったわ。違うよ。どうせ行くやんけ。休みの日とかに。近くまで。おー。その時にちょっと行ってみればいいじゃない。はぁ？いいです。はぁ？はぁ？だって、飲食店に行くようなノリだったじゃん、今。で、一緒にオリジン行こうとか言われてもそそられないでしょ。え、なんで？何かよ。いいよって。はぁ？なるよ。全然。買ってきてよ。俺、ちょっと、携帯のさ、ホームページとかで見るから、これとこれとこれって言って。あ、そういうことね。うん